地内島は伊豆諸島に属する島。新島の西方に浮かぶ無人島である。行政区画は東京都新島村に属する。地内島は新島西岸の黒猫の西方約 1.6km に位置する。周囲は約 2.6km。天保校長にも地内島の記載がある。新島の黒猫は大型船の発着港となっているため、 沖合にある地内島は港を強い西風から守る役割を果たしている。地内島、太平島、なだらね、夏肌など一連の岩礁を構成する流門岩溶岩を地内島火山という。これらの分断された大小の岩礁は元は一つの溶岩延長級を構成していた。国立公園特別保護地区に指定されている。釣りをする人が訪れることがある。島の東側には ソフトコーラルが群生している。かつては樹木が生い茂る緑の島であった。しかし、1934年から1969年までの間に観光目的でヤギ、ウサギ、サル、鹿が移入されたことにより、その後植生が著しく破壊され、移入された動物も、ヤギは1981年までに、サルは1998年までに全滅し、 また、鹿は1985年に駆除された。ウサギについては1998年の時点で生息が確認されている。1980年頃、一部の鹿が新島に泳ぎ渡って繁殖し、農作物を食い荒らす害獣となっている。1998年の時点で新島の鹿の生息数は推定300頭である。ABCDE 東京都の地名平凡社地方資料センター日本歴史地名体系132002年1266ページ ISBN 978から45億8249万 138AB、新島、式根島、地内島及び林島を構成する丹生火山群産業技術総合研究所2017年1月7日閲覧 富士箱根伊豆国立公園指定省及び公園、計画書、環境省、2017年1月7日閲覧、AB 伊豆諸島新島、四季根島におけるフロラ多様性と、植物群落の多様性、77ページ、鹿、食害、新島の工房無人島観光の目玉泳ぎ付き、繁殖、朝日 .com、2012年5月11日閲覧、 ありがとうございます。